何ですって。24番、あんたは入国した。そうすると自動的に戦いに参加する資格を得る。これは決定事項だ。まさか何も知らないでこの国に来たのか、坊や。坊やはやめてくれませんか。僕はキノです。それに僕はこの国が緑に囲まれた森の恵みの豊かなところだと聞いてきたんですけどね。そしてそこに住む人々は謙虚で質素に生きている素晴らしい人々だとも。おいおい、今でもそうさ。この国はこの世のパラダイスってやつだ。それでその戦いというのは。この国では3ヶ月に一度3日間にわたり栄えある市民権獲得のための勝負が行われる。勝負は1対1の勝ち抜き戦。1位になった者は市民権が与えられる。さらに王から直接メダルを授与され、この国のルールを新たに一つ追加できる。武器は自由。相手が認めた場合だけ降参できる。敵前逃亡は死刑。勝負を拒否すれば一生奴隷だ。分かったか。これがこの国のルールなんだよ。なるほど。一つ質問があります。ああ。今まで僕のように事情を知らずに来た旅人もいましたか？たまにいるんだよ。俺たちが何にも言わずに入国させると、みんなポカーンとしたバカ面になるんだ。この前もいたよな。馬車で旅しているとかいう夫婦な。運よく1回戦でお互いに当たってさ、奥さんは降参して助かったんだよ。けど旦那が次にぶっ殺されてやんの。あれは傑作だったな。最高のショーだったぜ。案内してください。やっぱりね。案内ですよ。勝負に参加するから僕を案内してほしいと言っているんです。坊や、本気かい？武器あるのかな。ひょっとしてその可愛いお顔で相手を魅了するっていうのか。いこんなのでどうです？